吉田は、長野県長野市の滋賀市街地北東部の地域名、町名。京儀、吉田はじめ五丁目の範囲。1914年4月時点の上見の地群、吉田町域に相当。高儀、1、2、霧原はじめ二丁目、中越一から二丁目を加えた範囲。1876年5月時点の上見の地群、吉田村域に相当。 長野市役所吉田市所管内の範囲。本校では主に1について解説しながら、遠隔の校ではかつて2の区域に所在した上見の地群吉田村。1の区域に所在した同群吉田町についても述べる。1の範囲の現行行政地名は、吉田はじめ、2.34.5丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は381-0043。 地区の北端には浅川が東西に流れ、長野電鉄長野線と総の軌通り及び、長野県道374号北長野停車場、中又線が並行して東西に横切る。北東部お品の鉄道北品の線及び、北陸新幹線が南西から北東へ通過し、これが3.4丁目の境をなし、1から3丁目と4.5丁目を分断している。周囲は、 以下の大技、町長と接する。品野吉田駅南口長野電鉄の桐原駅、品野吉田駅と品野鉄道北長野駅が利用でき、地区内には多くの路線バスが走る交通支弁な地である。このため、長野市の近郊住宅地として急速に発展した。古くは北国街道沿いを中心に発展し、北国街道が屈折する付近が吉田村の中心地であった。 この辺りには、今でも、歴史を感じさせる古い商家が見られる。その後、本町のやや南東に、1898年に、吉田駅、1926年に、吉田町駅が隣接して開業し、両駅周辺が栄えるようになる。モータリゼーションの時代に入ると、地区北部の SBC 通り沿いにロードサイド店舗が、軒を連ね、賑わいを見せる。 しかし一方の駅周辺地区でも、両駅の中間に1990年、長野市内発の市街地再開発事業として、北長野駅前、B-3 地区再開発事業が完成。長野東急百貨店系のショッピングセンター、長野東急ライフが入居し、鉄道利用者、自動車利用者ともに、多くの買い物客が訪れるようになった。続いて年には、 北長野駅前、B-1 地区再開発事業として、品野吉田駅直結の高層マンション、ノルテ長野が完成。低層階に、長野市役所吉田支所、公民館、保健センター、児童センターなどが入居し、公共施設の集積も図られている。地区内の人口及び、世帯数は、以下の通り。平安時代鎌倉時代室町時代安土。 桃山時代江戸時代級吉田村の歴史級、吉田町の歴史長野市吉田の歴史外区表示版、吉田地区では1970年に長野市内で初めて住居表示が実施された。住居表示実施前の町名と現在の町町名は、概ね以下の通りである。鉄道品野吉田駅、北口北長野駅長野電鉄の品野吉田駅が吉田3丁目にあり、以下の路線が利用できる。 また、吉田1丁目付近からは、桐原駅が利用できる。また、吉田3.4丁目付近からは、品野鉄道北長野駅が利用できる。路線バス地区内の SBC 通り、北長野通りなどを走る、超電バス、グルリン号の以下の路線系統が利用できる。長野吉田高等学校長野東急ライフアクアウィング。ありがとうございます。